はい、皆さんこんばんは、こいちです。ではデイズゴンの続きですね。ブーザー、わーうぶねー。よっしゃ、ブーザーだったっけ。ちょっと、うん、行こう。次になるミッション、ブーザー。さあな、お前と一緒のはずだろう。ああ、さっきまではな。でもどっか行っちまった。おい、スキッツォ、どういうこと。話せ。あいつはウイスキーのボトルを持って家に帰るとか抜かしてた。お前、あいつを止めようともしなかっただろう。いいや、止めたさでもお前だって分かってんだろ、あいつはもう終わってんだ。酔っ払ってどっか行っちまったのか。バイクに乗る、バイクに乗る。リッキー、いるか。どうかしたの。ブーザーが出てったっきり戻ってない。嘘でしょ、探しに行くの。手伝おうか。いや、大丈夫だ。これはブーザーのバイクじゃねえな、あいつか。いるか、ブーザー。あ、お前、ディークか。ここにいるぜ。どこにいる？暗くなってきたぞ。どこって？農場っぽいな。農場にいる。ったく、動くなよ、今行く。ここにいりゃいいんだな。あ、了解だ。楽勝だぜ。マークドナルドジェイさんの。ま、好きじゃん。何言ってんだ。確実に酔っ払ってんな。この先だな。おー、ブーザ大丈夫か。まあ、今昼間だからね。あれだよ、なんだ。よし、農場に着いた。そうそうだ。ここどっかにいてくれよ。ブーザー、聞こえるか、ブーザー。くそ。よし、ここだな。昼間だから襲われねえと思うんだけどね、フリーカーにはさ。おい、ブーザーは。ん？もう帰ったんだろ。今日の作業は終わったからな。いや、まだいる。腕が片方ないやつだ。ああ、あいつか。あいつなら農家の方に向かった。一人で歩いてったぜ。やつを見たらここにいるよう言って俺かリッキーに連絡くれ。ああ、わかった。農場へ向かえばいいんだな。あれ、ここが農場じゃないのか。酔っ払いめ、心配かけさせやがって。おうおう、おっと、ここらへんか。おっと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 。ブーザー、聞こえるか。おい、ブーザー、どこにいるんだ。ブーザー、ウイスキーの瓶を持ってたってスキッツォが言ってたな。あいつならどこでウイスキーを飲む。どっかの家の中とか。ここか、こん中かな。ブーザー、いや、この中は家ではないな。家。これ日が暮れてくるとやべえからな。あ、この家、あー、ここだね。間違いない。なんかさ、こう、玉がいっぱい置いてあるのが、すごい絶妙に嫌な予感がしてならない。
これはまさかの敵の気配か。きっとここだな。よし。おいブーザー、いるのか。いや、いないか。これはきっとあいつのブーツの跡だ。ん？ブーツの跡？ん？鼻息荒いぜ、ディーコン。すいません、ディコさん。ブーツの跡なんてどこにあります？私には全然わかんないんですが。タバコ。ブーザー、タバコ吸わねえよな。全然わかんないんだけど、マジで。ああ、あった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 。ここか、これか。読書かよ。本読むんだな、ブーザー。ウイスキーボトル。体。待て、これは。ビールのケースか。どこへ向かってんだ。千鳥足じゃん、完全に。なんか歌声しないか。なんだこいつ。うわ、何、うわ、めっちゃ来た。うわ、なんだなんだな、うい、スクリームって何者だ。てか、どこ行った。なんだあいつ。あっちか。あいつやった方がいいのか。あばよ。おう、ダメだ、こっちじゃない。なんだこいつ。あいつ叫んで仲間おびき寄せんのか。あ、もうすっかりブーザーの足跡が。よし、調べてみるか。これだ。さて、いいぞ、ビール瓶からだ。あっちだな、つくし。スキッツの言う通り、帰ろうとしてんのか。あいつは歩きだ。あれなの、行ってない。バイクで行こう。あれ、なんかヒントくれたな、今。バイクで行こうって言ってたから、バイク乗ればいいのか。だって今、明らかに外向かってったよね。なんだ、歩いておろうかと思ったらバイクで追えばいいのか。ブーザー、ブーザー。お、調子はどうだ。お前、農場にいるって言ってたよな。なのにいなかったぞ。どういうことだ。まあ、どう、それは。おう、それちげえぞ。俺が言ったのはもう一つの農場だ。なんやかん、何かな。実はビールを見つけてな。で、そいつを飲みながら散歩でもしようと思ってな。そうだ、夕日でも見ながらよ。ねえ、あれだ、歩いた。もう一つの農場まで。な、ねえ、じいさんの農場で。ラックショ。誰がブレザー、何やってんだ。これか。さてと、またビール瓶か。体、跡がある。ったく、なんやねん、いねえじゃねえか、あの野郎。さては農家と間違いやがったな。ったく。
ったく酔っ払いは手に負えないぜ。これだ。ここか。ブーザーいるのか。おいブーザー。俺だったら次のビールを探す。2階にはめんどくさいから上がらない。何かがあるんだよな。絶対に何か痕跡がある。上のやつらがうるせえ。集中できねえ。どこにいる。どこに痕跡がある。農家を調べる。ん？それっぽいものはないんだが。なんか外にあんのか？酔っ払いってさ、何するかわかんないからね、っていうか。2階かな。多分2階だな。夕日を見ながらとか言ってたもんね。上の階か。ったく、一体どこかも寝室か。うわ、絶対吐いた後じゃん。もう最悪。なんだこいつは。いやもう見りゃわかる。ビール瓶、ベッドが濡れてる。知りたくもねえ。本当だぜ。ブーザー、どこにいる。ブーザー。ディーク、今どこにいるんだよ。一緒にビールを飲むんじゃねえのか。ブーザー、おい、どこにいるんだ。周りに何があるか教えてくれ。何でもいい。目印になるものは。ああ、それならさっき教えたろ。おう、あれ見ろ。何を見ろって、ブーザー。何がある。道路だ、道路が。なんだこれ、変だな。消えちまってる。よくわからねえが、誰かが来て掃除したみてえに。道路が消えてる。そうだ、まるで誰かが来てさっとすくい上げたみてえによ。すげえ。歩いて、俺は歩いて、ね、気づけば道がなくなってた。おい、どこへ行く気だ、ブーザー。家だ。俺が行くのは家さ。とにかくそこにいろ。じっとしてるんだ。人目につかないようにして俺を待て。今行く。俺は隠れたりしねえよ。家に帰るんだ、リーク。家にな。くそ、ブーザー。これはバイクで行った方がいいな。うん、そうだよな。どこだ。まだ違う。どこだ。結構歩いたな。さっきだって上とか言って言ってたから。もうあのベッドで入った後こう。なんだ。ん、またビール瓶か。これ歩きゃいいのか。調べてみるか。さてと、こいつはなんだ。わかったぞ。おかしいな。上にコツンって置いたのに割れてるってことは。間違いない。何そういうことか。足跡だ。こっちだな。キノコだ。連れ帰るにはバイクがいる。そうか。じゃあバイク乗っていくしかねえな。ブーザー聞いてるか。お前の後をたどって近くまで来たぞ。教わった通りにな。ブーザー頼むからじっとしてろよ。もう頼むぜマジで。この辺りか。おっと、どっかで寝て。
あれか、あれだ、あれだ、あれだ。こんな時間に散歩か。デーカ、調子はどうだ。どこに行くんだ。いいさ、俺は帰るんだ。オレンジ、オリアリーさんには戻れないぞ。オリアリーなんかじゃねえ、フェアウェルに帰る。くそ、俺戻るぞ。でも止めるな。そうか、そんなに奴らの仲間入りしてえのか。いや、これはマジ。そうか、そうかよ。これで俺は早く逃げろ。いや、そうはいかねえ。なあブーザーだろ。リーグ、ブーザー、お前の嫁が死んだ夜、俺はなんて言った。なあ覚えてるか。死ぬつもりでウイスキーを飲み干してるお前を見つけて、俺はなんて言った。お前は瓶を奪って一緒に大量のウイスキーを飲む。俺が死ぬまで飲む気ならお前も付き合うと言ってな。相棒だから。もう一度聞くぞ。俺たちここで終わっちまうのか。チキシャー、殺害しちゃう。うわ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 、もっと急げよ。車だ。こんなこと言ったって。車の残骸が。分かってる、ブーザー。スクールバス、スクールバスだ。分かった、分かった。俺も昔はあんなバスに乗ってた。ああ、そいつすごいね。うわー、やべえ、マジやべえ。いや、超怖え。サフリーカーだ。見えてるっつってんだろ。後ろ見たくねえよ。どうするどうする、マジ。うわ、めっちゃ声する。え、ミッションエリアを出る、どういうこと。ちょっと待って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 、何ですか。え、分かってる、もっと急げよ。うわ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 、車の残骸が。分かった分かった。分かってる、ブーザー。はっはっは。うぅ、しょ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 。落ち着こう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 。大丈夫大丈夫大丈夫よ。オッケーだよ。よし、ロストレイク来た。サフリーカーだ。見えてるっつってんだろ。これ曲がればいいのかな。こっちか。じゃあな。よし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 。うぅ、なんなんマジ。もう大丈夫だろう。よかった、なんとかなったな。ああ、だな、俺には分かってるぜ。何人がないよ。いやーな、ディグ。なんだブーザー。いやー、ただ言っておきたかったんだ。ありがとうよ、本当にな、ブーザー。ああ、おい、いいから黙って聞いとけ。おめえはこんな俺を見捨てずに助けに来た。本に切るぜ、借りができた。いや、それは逆だ、ね、俺の方がいいか。お前がいなかったら俺はとっくに死んでたか、もっとひでえことになってた。死ぬよりひでえことはねえんじゃなかったか。ああ、間違ってた。なんかもっと武器整えないと俺あの大軍を相手にする勇気はないな。帰ってきたぞ。おい、大丈夫だ、入れてやれ。いやー、もうビビッチーだよこれ。そうだな、今すぐベッドで横になりて。飲みすぎだブーザー。おー、オッケー。相棒、あ、これあれだね、アイアンマイクのキャンプ上がったね。敵か味方か。よし、これで強い武器買えるようになったな、きっと。ねえ、ん？フリーカーって何か覚えてる？リンコ、見つかった？自分のこととか。ああ、見つけたぞリッキー。昔のこととか。どんな様子？やつ
明日はひどい二日酔いになりそうってところだな。二日酔いね。じゃあ明日の朝6時に叩き起こしてやろうと。ああうん、そうしてやれ。俺も同意見だ。リーコ、無事でよかったね。さてと、そしたら、ミッションが2つあるな。リッキーと話す。花火溜まってるな。今日は遅くなるぞ。リーコ、ああよかった。リッキー、どうした？ジョシュア・ハーパーって男を知ってる？ハーパー？ああそうだな、知ってる。やつはあんま信用してないがな。頭に黒いバンダナ巻いて、なんかよくわからないやつだからな。ああ、あんたの勘は正しいね。カードゲームが原因でランレーンを撃って逃げたんだよ。ひどいな。今はどこだ？偵察隊が南に向かってるのを見た。接触はしなかったけど、ドリフター連中と合流したみたい。リーコン、ハーパーを追ってくれないかな？わかった。俺が片付ける。目撃された場所を地図に記しといた。よろしくね。カードゲームが原因で人を撃つとはな。もう一個なんかあんな。ここが目的地なんだけど、ちょっとマップ確認しよう。これもだな。ちょっと先この相棒ブーザーの話進めたい。人間兵器。ああ、またリッキーに会うんだ。リッキー、話がしたいんだが。あれ？ん？なんだ、ダメだな。とりあえずじゃああれか、あいつを倒すってことか。オッケー、じゃあ一旦ちょっと装備を整えたいと思います。さて装備も整えたんで、もう一回リッキーに話聞きに行きます。頼みがあるんだが。どうしたのディーコ？ブーザーの腕のことだ。お前がフックを作ってやっただろ。あれはすごくいいんだが、そのフックじゃなくてこうナイフとかの方がいいんじゃないかと思ってな。わかるか？ちょっと待った。手貸して。どうも。つまり。ああごめんね。でつまりナイフがついた義手を作ってほしいってことでいいの？ああそのあいつを元気づけようと思ったんだが。人間兵器にでもしたいの？いや別にそういうんじゃないが。からかってるだけだよ。すごくいいアイデアだと思う。部品を探してみるから、必要なものがあったら無線で伝える。いい？わかった。それじゃ。ああよし、じゃあ、いいのが入ってるぜ。よ、バズ。行くか。じゃあ、リッキーからの連絡待ちながら、こやつを追うか。よし、行こう。ちょっと待って、今から開ける。とか言ってすぐ出てきそうな気するけどな。こっち行けばいいのかな。いつの間にか夜になってんな。ちょっと新しい銃買っちゃったからね。試し撃ちもしたいし。寝てんのかな。リーグ、お前か。ああ悪い、起こしちまったか。リーグ、一日中穴掘ってて、ちょっと横になろうと思ったら寝ちまった。名古屋だ。調子はどうかと思ったな。また知らないうちに一人で外を出歩いたりしてねえだろうな、お前。心配するなって。外にいんのはお前の方だ。なあ、俺はもう寝る。また会うねな。さあ、そろそろカードゲーム野郎のここだぞ。
どこに嫌がる。もう間もなくだ。ここら辺だな。リキ、アーバーはキャンプクリークへ向かったようですが、一人で大丈夫？何言ってる？聞いてみただけ。じゃあね。なんだ。よし、アーバー。あまり手こずらせない。デーコン、仕事があるぞ。よ、マイク、どんな？リッキーはどこだ？よくわからんが、アルミなんかやっとる。とにかく、アイアンデッキした金属のパイプに、カーボン合金のシュレルナイフ、それに、いくらかの鉄くず。わかった。お前、このリストの内容が何なのか分かるか？助かるぜ。よし、なんだっけ？ライフと、うお！金属のパイプっつっても何でもいいわけじゃないだろうしな。まさか大群とかじゃねえだろうな。そういや、マリオンフォークスに建築中の家があった。あそこなら何かあるかもしれない。くぅ。あれ、もうここは片付いたんでいいの？死んだか。残さず食えよ。リーコン、やつを見つけた？ああ、まあな。銃声が聞こえるけど。うわ、じゃあバンダナだけ持ってきて。ダンの仲間が証拠が欲しいってさ。ああ、でもかなり汚れてるかも。いや、なんでもない、わかった。まあ行きますか、じゃあ。くそ、まあフリーかですから。よし、威力そんなに変わんねえな。やべ、あれスウォーマーだ。うわー、もうさっきやったと思ったんだけどな。スウォーマーじゃねえ、スクリーマーか。バンダナ、バンダナ。あ？ワンコロが嫌がる。逃げてったな。やつはどこだ？あいつか。見つけたぞ。よし、オッケー。最悪だ。じゃあちょっとこれもうさっさとロストレイクに持ってっちゃいます。よし、着いた。オッケー。さてさて、とりあえずバンダナ持ってきたから。またいないぜ、リッキー。どこ行った？この場合一回いる。ちょっとロードだね。セーブしてロードします。どういうタイミングなのかよくわかんないんだけど、たまに消えるんだよね、街の人たちが。いやー、リッキー、ああ、ほらよ、ハーパーのバンダナだ。ああ、汚いね。ああ、ひどいだろ。ありがとう、ダンの仲間に伝えとく。オッケー。よし、そしたら、メインのミッションをクリアしていこう。じゃあちょっとまた、整えてから出発したいと思います。よし、それじゃあ行きますか。マリオンフォークス、結構長い道のりだが、だから武器買い替えたんだけど、あんまり元々使ってたやつと性能変わんなかったな。次はちょっとショットガンやりたいな。なんだなんだ、誰だ、あれか、任しとけ。うらよい。やばよ。おっしゃ、オッケー。よっしゃ、さて
俺が何とかする。ここで死ぬ気か。聞け、キャンプがあるんだ。なんかこいつ前も見たような顔だな。分かった。どこから逃げてきたのか。いいか、ロストレイクでリッキーと話せ。キャンプに入れてくれる。ありがとう、本当に。もう死ぬかと思った。早く行け。ディーコンセントそっちじゃねえぞ。ったと言え。それでわかる。立ち止まるな、気をつけろよ。よし、行くぞ。なんか夜さ、大軍とかがいるからな、ちょっとそれが怖いんだよ。すげえ後ろから来る。いや、なんだ、叫ぶやつもめっちゃ近くにいるんだな。平気で出てくるようになりやがった。敵もレベルアップしてる。危ねえな。いやー、なんかやっぱフリーカーの数増えてるなー、これ明らか。ディーコン、こちらのストライクだ。いるか。ああ、マイク、ディーコンだ。ハーパーを追い詰めたそうだな。連れ戻して裁判にかけたかったんだが。そりゃ残念だったな。次はスウォーマーどもにそれ伝えとくよ。まさか、リッキーから聞いてなかった。ハーパーは油断のならないやつだったが、そんな死に方は無すぎる。ああ、そうかもな。ああ、けど、ダンレンだってそうだ。後ろから撃たれんのはむごいだろ。確かにそうだ。じゃあな、ディコン。また会おう。金属のパイプはどこだ。パイプか。まあ、そこに見えてんだけどな、パイプ。これじゃダメなのか。これか。これだな。これでいい。よし。さて、ナイフはどこにある。待てよ、スポーツ用品店はどこだったっけ。ガソリンだ。スポーツ用品店か。やっとだ。これやっぱ夜だからさ、バイクでブーンって行かない方がいいよね。なんかここ苦い思い出があんな。馬がいたとこじゃなかったっけ、ここ。確かそうだった気がするな。もうごめんだぞ。今なんもねえか。ここだ。さてと、じゃあナイフはどこだ。ナイフ、ナイフ。なんか嫌がんな。よし、調べてみるか。ん、ここら辺だな。これだ。さて、調べるか。あった？よし。ん？どういうこと？なんで足跡を。いや、間違ってるな。え？どういうこと？さて、これ何を追ってるんだ？よし。あ、なるほどね。よし、そうだ。OK。よし。よし、これでいいだろう。よし、あとはこれをリッキーのとこに届けるだけだな。じゃあ、まあ行きますか。ん？なんだこいつ。おっと。
てさて、もうさっさと帰ろう。長いは無用。いやー長かったー。着いたー。途中でさ、コープランドのキャンプ寄って直したよバイク。よし、やー、じゃりっきー、ちょっと頼むわ。よう、リーコ。頼まれた部品を持ってきたぞ。ありがとう。じゃあ完成させるからまた後で来て。そのリッキー、ありがとう。いいって、ブーザーは仲間だし。オッケーオッケー。人間兵器ブーザーの腕がさ、どうなるのか本当に楽しみだね。ナイフか。でも迂闊に近づけねえよな今度。よし、じゃあそしたら今回はこの辺でやめておきたいと思います。終わりですね。次回まあどうなるかわからないですけれど、ブーザーの新しい腕の完成を待ちつつ、まあ、またストーリーミッションをこなしていきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日は曇り空です。